はい、あゆむです。よろしくお願いいたします。まもなく2022年度将棋大賞が発表となりますが、今回はその予想をしてみたいと思います。まず、最優秀棋士賞は藤井竜王。まあ、これはほぼ間違いないでしょうか。五冠防衛、棋王奪取、名人挑戦、さらに JT 杯、銀河戦、朝日杯、そして NHK 杯戦の4期戦優勝。六冠に加えて4期戦優勝ということで、10期戦優勝した棋士は過去に誰もいなかったということで新記録になりました。もう MVP は藤井竜王括弧6冠で間違いないと思います。そして特別賞ですが、おそらく該当なしだと思われますが、もし今期特別賞に該当するとしたら、奨励会未経験でプロになった小山新四段ということになると思います。続きまして優秀棋士賞ですが、こちらは渡辺名人の可能性が高いと思います。やはり名人を防衛していて、さらに朝日杯も決勝まで行っているというのが大きいですね。ただ永瀬王座も王座を防衛して、さらに棋聖挑戦という素晴らしい活躍をしておりますので、永瀬王座も十分可能性があると思います。ま、渡辺名人か永瀬王座、どちらかとなりそうです。そして名局賞ですが、やはり王将戦第2局が濃厚でしょうか。ハブマジックの8人金、そして、限定協愛、こちらですね。6八飛車成と藤井王将が王手をかけたところで、ハブ九段が、角金銀桂香、いろんなところに5八、4八、3八、3箇所に打てるんですが、4八香車と、この位置に香車を打ったのが唯一藤井王将から詰みを逃れる手段で、投了となりました。まあこれだけ激しく戦って最後は限定愛で決着ということで、20年に一度ぐらいの素晴らしい名局だったと思います。名局賞もしくはシリーズ自体は藤井王将が勝ってますんで、名局賞特別賞という可能性も十分あると思います。まあ、どちらかですね。名局賞か名局賞特別賞、王将戦第2局が受賞すると思います。そして名局賞予想として外せないのが棋聖戦の第2局ですね。藤井棋聖対永瀬挑戦者の棋聖戦第2局、やはり藤井棋聖の9七銀という手が今でも強烈に印象に残っております。これで同郷でも同型でも、逃げ道を塞いで藤井棋聖が大逆転勝ちを果たしたという将棋でした。この直前で永瀬王座が8八玉と早逃げしていれば、むしろ永瀬王座が有望だったということで、本当に大逆転の決め手ということで大変話題になりました。この将棋も名局賞もしくは名局賞特別賞という、何か賞を取ってもおかしくないんじゃないかなと思っております。特にこの9七銀という手は永瀬王座が先勝して迎えた第2局ということもありまして、シリーズの流れを大きく変える一手だったということで、こちらが名局賞ということもあるかもしれませんね。9七銀が名局賞、王将戦第2局が名局賞特別賞と、ここが入れ替わる可能性もあると思います。またですね、この渡辺棋王対藤井竜王の棋王戦第3局、こちらも、かなり押す人が多かったです。154手目、渡辺棋王が2四同玉としたところで、ここで藤井竜王はただで取れる桂馬を2六飛車と取ったんですが、それが敗着で、実は取れる桂馬を取らず2五歩というのが盲点の素晴らしい攻守で、それだったら、詰んでいたという将棋でした。ただ本当にここで2五歩っていうのは1分将棋ではかなり難しい詰みだったと思います。ただ藤井竜王は対局中に2五歩だったら詰んでいたことに気づいてしまって、深く嘆く姿がとても印象的でした。これもちょっとですね、名局賞候補入ってもおかしくないかもしれませんね。他にも藤井竜王が竜王戦で飛車を捨てて大逆転した将棋とかいろいろありましたんで、本当に今期の藤井竜王の将棋は名局賞候補がずらっと揃ってますね。その中でも特に目立っていたこの2局、個人的には挙げさせていただきました。皆さんの予想もぜひ教えてください。また、敢闘賞、これは羽生九段じゃないかなと思います。52歳で王将リーグ全勝の新記録、さらに藤井王将相手に2勝を挙げておりました。そして新人賞は服部五段、
やはり新人王戦優勝した人が新人賞を取るっていうケースがやっぱりかなり多いですね。でさらに各棋戦でまんべんなく勝ちまくった高勝率ということで服部五段が濃厚だと思います。続きまして増田賞ですが、個人的には将棋ソフトの水賞が取るんじゃないかなと予想しておきたいと思います。こちら角換わりの腰掛け銀の4八金対6二金の対抗形、プロ間でも本当によく見かける形におきまして、どうもその形は先手がかなり勝ちやすいんじゃないかと、そういう定石を今水晶の作者のタイアヤン様がネット上に公開しておりますので、興味のある方はぜひ見てみてください。コンピューター同士で100回対戦させてほとんど先手が勝ったと、そんなお話もありました。そして増田賞特別賞、こちらは王将戦第1局、歩を突き捨てて空いた空間に藤井王将が桂馬を打っていって、森内九段、永世名人もこんな手筋は見たことがないと、大変感心しておりました。もともと6六に歩がいて桂が打てなかったんですが、それを、6五歩、7三銀、6四歩、同銀と、無理やり除去して空いたスペースに持ち駒の桂を6六桂と打ちまして、次の7四桂と飛ぶ手を見せて先手が一気に優勢になったという衝撃的な手筋でした。なかなか本当に浮かばない発想ですよね。藤井王将の斬新な新手筋、森内九段も見たことがないといった斬新な新手筋、増田賞って基本的に、序盤の優秀な構想に対しても贈られるんですが、新手筋とかそういったものに対しても贈られますんで、まさに特別賞もしくは増田賞にふさわしい藤井王将の6筋突き捨てからの空いたスペースに6六桂と、そういう手筋だったんじゃないかなと思います。ということで続きまして空いた対局賞は服部五段の、おそらく他の未放映棋戦の予選とかもいろいろあるんですが、おそらく67局で服部五段が取るということがほぼ確定ではないでしょうか。ちなみに2位の藤井竜は64局でした。そして、最多勝ですが、これはおそらく藤井竜が53勝で、取ると思われます。藤井竜はすでに今期の対戦すべて終えております。問題は2位の服部五段ですが、服部五段もおそらく年度末まで、多くてあと2局というところなんで、今のところ2位の服部五段と現状3勝差がついておりますので、おそらくほぼ藤井竜が逃げ切りで間違いないと思います。勝率1位ですね。こちら藤井竜が8割2分8厘で今期を終えました。こちらは歴代8位相当の記録になっております。歴代8位って言っても、そのうちの4つぐらいはなんと藤井竜が取っております。藤井竜は6年連続8割以上という驚異的な記録を続けております。そして連勝賞は本田五段と服部五段が仲良く15連勝で終わることになりそうです。ちなみに藤井竜は11連勝でした。また最優秀女流棋士賞はおそらく里見女流五冠になると思われます。一時は6冠まで行っておりまして、今期も抜群の強さ、抜群の安定感を誇っておりました。そして優秀女流棋士賞は西山女流三冠と予想します。西山女流は2冠から3冠に上がりました。今期のタイトル戦はほとんど里見女流五冠対西山女流三冠で戦っていたという形になりまして、2強時代が鮮明となりました。ちなみに女流の最多勝とか最多対局とかは後ほどまとめていきたいと思います。続きまして、せっかくですので2021年度の将棋大賞の結果もまとめておきたいと思います。まず最優秀棋士賞は藤井五冠が2年連続で取りました。おそらく今期も取って3年連続になる可能性が高そうです。主な理由としてはやはり棋聖、王位、防衛、そして叡王、竜王、王将奪取、本当にすごい記録ですね。そして優秀棋士賞は渡辺名人1回目となりました。名人、防衛、そして棋王10連覇となりました。今期は残念ながら藤井六冠に取られてしまいましたが、それまで10連覇しておりました。そして関東賞は銀河戦と朝日杯で優勝、さらに A 級残留を果たした菅井八段でございました。新人賞は、伊藤匠五段、新人王、そして王位リーグ入り、そして C1 昇級と
誰も止められないすごい勢いを持っておりました。で、最多対局は藤井竜が64局、最多勝が藤井竜王52勝となっておりました。で、勝率1位は伊藤匠五段、藤井竜王を抑えて8割1分8厘で、見事に勝率1位となっておりました。で、連勝賞は渡辺五段の20連勝、藤井竜は19連勝で2位でした。そして続きましてこちらですね、最優秀女流棋士賞は里見女流4冠、西山2冠との頂上決戦制しました。優秀女流棋士賞は西山女流2冠。そして女流対局数、伊藤女流名人が53局で1位、勝ち数は里見女流4冠が40勝で1位、勝率は8割里見女流4冠が1位、連勝も里見女流4冠が17連勝で1位と、まさに破竹の勢いでした。そして名局賞は竜王戦第4局、藤井4冠誕生の1局、56桂の絶妙手が受賞。増田賞は千田七段、33金型の早繰り銀が受賞しました。増田賞特別賞は前期で引退となりました戸中寅彦九段ですね。イビアナですとか、イビシャアナグマ、飛車先、普通木櫓など革命的な戦術をたくさん将棋界にもたらしてくれました。女流名局賞は、女流名人戦第2局、伊藤女流三段涙の初戴冠という形になっておりました。ちなみに今期はですね、女流対局数、西山女流が65局で1位、女流勝ち数、西山、女流が46勝で1位で、女流勝率、加藤女流が、7割3分1厘で1位、連勝は、西山女流の11連勝となっております。ということで、改めましてこちらですね、予想を見ていきたいと思いますが、皆さんとの予想の違いなどありましたでしょうか。皆さんの予想もぜひコメント欄で書いていただけると幸いです。もう一度まとめますと、MVP は藤井竜王でほぼ間違いなしと思っておりまして、特別賞は該当なしが濃厚かなと思っております。優秀棋士賞は渡辺名人、名局賞は王将戦第2局、名局賞特別賞は棋聖戦第2局、これが入れ替わるという可能性もあると思います。で、関東賞は羽生九段、新人賞服部五段、増田賞はちょっと見当がついていないので、もしこれじゃないかって思う人はぜひコメントをください。増田賞特別賞はやはり歩を突き捨てて空いた空間に桂打ち、なかなか見ない手筋で勝った藤井王将の名局が受賞するんじゃないかなと思っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。